細工の銃弾を食らうことになるだろうな。本当に大丈夫なの？あなたのことはよく知ってる。レディは傷はどうした？アルジョン、ちょっといいか？この先も増えるかもしれないね。親父に呼び出しされたぞ。アルチョウ、済んだことは仕方がない。もうお前が外に行くことを止めはしない。そう、お前には隠してきた。我々以外にも生存者がいるということ。だがそもそも私が知ったのつい最近のことだ。これは国家機密だ、わかるか？私が知らされたのは D6 での戦いの後だ。戦争が終結してない以上、油断させてはならないという意図だ。私がショックを受けなかったと思うか？何のために人々は死んだ？何のために私は足を失った？だが私は受け入れた。戦争が終結してない以上、機密は守らねばならない。犠牲になった者たちも理解してくれるはずだ。だからお前も。お前は人々を破滅に導くところだった。お前はクソったれのプロメテウスみたいなやつで、この穴から人々を救い出そうとした。お前の行動で誰かを救えるとでも？あの妨害装置でモスクワが壊滅していないと知られたら、ミサイルが撃ち込まれたらどうする？なるほど。まあいい、あいつらにどう思われようが、私は脱走兵ではないし、あいつらのようにはならない。私は全ての責任を負う覚悟がある。話が長いから帰ろう。あなたはどれくらいあの妨害施設の人間だ？最高だな。親愛なるモード、この新鮮な空気の甘みがわかるか？甘みだけじゃない、とても複雑な味だ。とても妙な気分だ。違うか？お前がオーストラリアのテレビ塔でマスクを取った時の話を思い出すけど、お前がダークワンに向かってミサイルを発射した時、あの時の空気は苦かったか？どうでもいいけど、あのミサイルを撃たなかったらあの建物を登ることもなかったし、あの信号を受信することもなかった。人生は奇妙だ。一つの何でもない出来事が別のことにつながる。まるで鎖みたい。そしてお前はその鎖をフライ移動で引っ張り上げた。暗い水に浸かった鎖、その先についている奥にはどんな水が入っているのか、とても興味深い。さまざまな岐路に立たされた時、俺はいつも思うよ。鎖から手を離すことは許されない。ベラ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 と奥の中の水を飲まなくちゃいけない。つまり乾杯だな。それでこの鎖を引っ張り上げたモーゼの気分はどうだ？俺がこれまでやってきたことといえば指令に従うくらいのもんなのに、こんなこと考えるのはバカみたいだ。俺は理由もなくイディオットと呼ばれてるわけじゃない。お前の鎖の先に何がついているのか知りたいんだ。汚染がないとすればモスクワのみんなを連れてこれるってことだ。汚染の有無は関係ない。モスクワの市民はとどまるべきだ。なんでだ、町はすぐそこにあるし、汚染されてないぞ。こういう時アメリカならシンプルにことは運ぶだろう。だがここではそう簡単には。今もそうだ。朝起きた時はメトロの救済者だったのに、昼には敵のスパイ、工作員、機関車強盗になってる。それも何のためだ。信じきっていたものが嘘になる。それだけで殺す口実としては十分だ。ハンザのボスはここで暮らせるってことを知ってた。だが市民には、いつまで喋ってんだよ。事実としては誰もなら君と出会い、アルジョブに出会い。こっちもまだ喋ってる。それで新鮮な空気はどう？まさに外の世界って感じじゃない？ヤルマークに次の目的地を教えてもらおうと思って、途中で遮っちゃってごめんなさい。また同じ会話。問題ないよ、心配はいらない。これ以上話せることはあまりない。私たちを助けてくれた理由が分かったわ、ありがとう。
礼には及ばない。神に従ったまでだ。こんなことは間違ってる。そうね。列車で都市の境界を越えたことはある？いや、そういう機会はなかった。以前はメトロの運転士をしてたんだ。リングラインの担当で、退屈な仕事だった。毎日同じ線路をぐる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 と、大した距離じゃない、一周30分もかからなかった。だからいつも地下鉄ではなく本物の線路を走ってみたいと夢見てたんだ。ネズミみたいにぐる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 走るのではなく、広大なロシアを巡る旅を。だが妻がそれを許してくれなかった。子供がいたんだ、二人ね。私が電車について夢について語り出すと、妻は私と寝てくれなくなった。そうだが、モスクワが爆撃を受けたあの日、タチアナもサシェンカも、あの日私は仕事をしていた。イリシカはメトロで私を待っていた。学校から戻ってたんだ。だから二人ともその日を生き延びることができた。だが結局は彼女も失ってしまった。ああ、どうなったかは知ってるだろう。私はここで運転しながら頭の中でタチアナに話しかけてる。私を引き止めることはできないと。そして本物の運転士になって本物の線路を走ってるってわけだ。他入者、すまん、感傷的になってしまった。私のせいよ、ごめんなさい。そして話してくれてありがとう。なんでお前まで。流れてるよ。お父さんの話聞かなきゃダメかな。私たちはつまずいた走者みたいに、今まで以上に速く走り続けないとならない。バランスを保ちつつな。二度と新聞に巻いてんだタバコ。分かった。とにかく少なくとも目的地は判明した。だから中に戻り地図を見る。ルートはもう明らかだ。いいらしい。
寒くて凍えてるんじゃない？ほら、少し温まりましょう。いい奥さんだ。無事にヤマンタウまでたどり着けると思う？父さんの頭の中はそのことでいっぱいよ。許してもらうにはメトロでの生活に戻らなきゃいけないのかも。あなたがいつも逃げ出そうとしていた場所、考えてみたら私はあなたを信じてなかった。この線路よく走れるね。でも今は目の前にある霧の先に新しい人生が待っているんじゃないかと期待してるの。それはそうと、もうすぐ橋に着くわよ。やばい、キャンプファイヤーよ。人だ、そう、人がいる。止めて止めて。ブレーキをかけて、警察に。うわ、やば、引いちゃった。撃ってきやがった。トロリーに4人いるぞ。どこにどこに。なんでフォトモードにさしたかんの、このゲームは。どこどこ。アルチョム、ブリッジに行った方がいい。どこどこ。アルチョム大丈夫。大丈夫だよ。シリンダーを攻撃された。致命傷か。まだ動くのか。ダメだ、ここまでだ。ああ、クソ。クソ、あれの霧のせいだわ。バリケードに気づくのが遅れた。どんな様子だった、軍服は。いや、ボロ切れをかぶっていました。ただの死に損ないよ。死に損ないか。そいつはただの見張りだ。奴らは誰でも使う、女でも子供でも。大佐、本当に見つけられるんですか。確かなことは言えないが、もっと早く遭遇すると思っていた。あのトロリーは橋に向かってた。おそらく要塞化してるんだ。一見平和的に見える集落と水上の境界、情報が必要だ。アルチョム、お前の地図に印をつけた。早いね。そこへ行って橋に関する情報を集める。捕虜が取れれば理想的だ。アンナ、援護してやれ。イエスか。自分もアルチョムと一緒に行ってもいいでしょうか。ダメだ。今の状況を把握するまではオーロラから離れるな。この二人なら大丈夫だ。イエルマーク、これくらいで修理できそうだ。わかりません。シンダーを確認しないことには少なくとも丸一日は必要です。すぐに取り掛かってくれ。みんな準備を始めろ。オーロラを守るぞ。ステファン、ダミール、防衛線を終えた。デューク、正確な位置情報が必要だ。アルちゃんも行きましょう。イリオットはオーロラの上から援護してくれ。イエスサー。サムとアローシャを待機だ。アルちゃんはデュークを忘れるなよ。新型だ。言うならば持ち運べる作業台だ。説明書も入れておいた。なるほど、ありがとう。残念ながら素材は自分で探してもらわにはならんがな。行きましょう、アルちゃん。気をつけるんだぞ。こう言っちゃなんだけど、随分と脆いバリケードだったね。そしてあの連中、軍人には見えなかった。ただの老人だったわ。気をつけていけよ。忘れるな、国の大部分を破壊され奪われた。同じ言葉を話す者ですら味方とは限らない。洗脳や恐怖心のせいで。分かったか。父さん話長いからちょっと嫌い。彼ら私たちのことを警戒しているみたい。敵に支配されているのかも。あそこで鳴ってんだろうね。降りていいのか。よっ。ダメージ食らうの今ので。嘘でしょ。なんか銃声聞こえたな。なんかいるわ、気持ち悪い。銃声聞こえるな。
あれ、奥さん？急いで。バイオハザードみたいなとこ気味悪いな。やっぱ銃声ずっとしてるな。なんか手に入れてるぞ。なんだろうね。行くわよ。ね、使うの？ちょっと待って、こっちも見とこうかな、一応。なんか工作に使えるんだろうね。お、なんだいこれ。丸？これサイレンサーピストルなのかな。こっちでいいや。よし、乗ろっか。あれ、奥さんいつもいなくなるな。全身うわ、でっかい。寝る来てないか、こっち。水中から襲ってくるのかな。カラス止まっちゃったよ。おっかねえな、ここも。うわ、やばい、寝る、目の前に。いや、超気持ち悪い。何これ、奥さんの話全然聞いてなかった。結構止まろうか。え、奥さんどこ。めちゃくちゃ不安なんですけど、一人。何にもないかな。また銃があるぞ。リュックから装着できる。どうやってやるんだろう。リュック、リュック、これかな。標準ストック、ちょっと強くなるね。これ装着しよう。サプレッサー、ショートバレル、これつけてるし。行ってみよう、教会に。もうちょっと探索すべきなのか。あなたの存在に気づいた。マジ？アルチョム、金の塔に布か何かを振っている女性がいる。いるな。教会にいる人たちが見えるわ。武装はしていなそうよ。平和的なアプローチがいいかもしれない。とりあえず銃は使わないで。分かった。 OK。 なんか怖いんだけど。
神のご加護。あ、ここにもう一人いるのか。サイアンティウス様のお説教がちょうど始まるところだ。教会の中に入って。何もなんか怖いディズニーランドみたいになってる。ここは平和な場所。いや怖っ。ちょっと進まない。引っかかるんですけど。笑われそう。ちょっとここそういう場面じゃないでしょ。だからこそ我々はいつまでも。なんか後ろにいたな。なんてディズニーランドこれ。で降りよう。おいおいおい、なんで。捕まえられちゃったよ。はいよ。これ銃しまえないのかな。しまい方が分かんない。危ねえ。ごめん、銃は下ろしたいんだ。私たちを救いに来たんだわ。オッケーオッケー。信じられない、もう望みはないと思ってたわ。私たちもここの出身じゃないの。1年前から閉じ込められていたの。そうよ、橋の住人は誰一人異教徒に話したりしない。でも私が目にしてきたことは洗いざらい話すわ。ああ、それは橋の警備隊だわ。サイランティスに騙されているの。彼らは銃を持っているわ。急いで。奥さんからの話もあんだ。私たちのもあるんだけど、全員が乗るには小さすぎる。ボートが来てるって言ってなかったか。彼女の言う通りよ。ボートに向かって。彼女のことは私たちが救出するわ。行って。私たちは自力で機関車までたどり着けるわ。ちょっと待って、誰かが登ってきてる。やっちゃっていいのかなこれ。それで例の異教徒はどこだ。今人いたよな、ここに。ボートでやってきて。それからしばらくそこにいて。いる。どうしようかこれ。サイランティース神父のおっしゃった通り、あの男は悪魔の使いだ。分かってる、神父のお言葉は分かってる。やつがどこに行ったか見たのか。これ以上は。そうか、分かった。神の子か。いるな。私は他を探すよ。ウスのロベ、何も見てないのに口だけはペラペラと。探し続けろ、異教徒はまだここにいるぞ。全員切る人もいいんだけどね。あぶね、いるな。バカ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 。どっち行けばいいんだこれ。ボットン便所から降りようよ。私は親子と合流するために移動する。あなたなら大丈夫よね。やべ。なんだこれ。どうするこれ。
見えねえ。ここどうしよう。もうちょっと行ってくんないかな。まだ見つからない。奴を見つけるのだ、子供たちよ。怖えな。光ってる光ってる。腕が光るってそういうことか。ここにある光も消そう。でもこれどうやって抜け出せばいいんだ。あ、いける。なあにゃか。おお、お手洗いまで連れて行ってくれる。マジで言ってんの。廊下はなんとかなるけど、はしごはね。なぜそんなに息切れしてるの。ボリスかい。私を連れてって。もう我慢の限界。助けてちょうだい。目が見えないのか。いや、あんたボリスじゃないね。ごめん。向こうへ行って。もうこれ以上はたくさんよ。ああ、その開け方やめて。はいる。奴は見つかったのか。なあ、私を探した方がいいか。あくまで奴を隠してる。どうするよこれ。こっから出れないかな。この後どっち行くかだよな。うわ、出たい。怖っ。こっち行っていいのかこれ。気絶させる。これで降ろせる。よし、なんとかいけたぞ。奥さんのとこに戻ろう。え、プシュプシュ撃たれてる。本物の忍者みたい。今すぐ来てあげたい。けど、カティアとナスティアをオーロラに連れて行かなきゃ。機関車で会いましょう。地図を見て。そちらの位置からまっすぐにボートを漕げばいいわ。え、さっきの人、連れて帰るの？連れて帰ってきてないけど。こっちだ。やべ、来た。気持ち悪い。外した。盛大に外した。え、勝った。こっちにしとこう。バレちゃうよこんなことしてたら。あのピストルあんな弱いんだ。はいはい。またやばでかいぞあれ。自分で応戦しようよ。やばいやばいやばい。いやちょっとやばいぞこれ。すごいでかい。
あ、よかった。急げ急げ。今のは一体なんだ、クジラか。本当だね、めちゃくちゃでかかった。クソでかかったな。ボスに見張り番として送り込まれたんだ。腰を据えてどんな騒ぎも見逃さないようしっかり見張ってろってな。それでお前のことを特等席で見てたのさ。占領軍を鎮圧した、聖なる十字架とお祈りを使ってな。カルトのことはアンナが報告済みだ。役回りを交換しようぜ。銃を一発も撃たないでモスクワに戻るなんてごめんだ。帰ろ。ある商人と賭けをして女を手に入れるはずだった。負けたかな。なんで他のやつばっかり。話が長いなこのゲーム。なんかありそう。ここライガーカウンターがすごいになるな。つけなくていいのかな、マスク。バカな話だ。あの平原に着陸しておくべきだった。人だ。なのに私たちは飛び続け、ある程度までは進めるつもりでいた。その矢先にあの今井町の放電線だ。なんでこのこっちだけ見らかしてんの。いずれにせよモスクワまではたどり着けなかっただろう。一人きりの私にとっては関係ないことだが、あそこには親戚がいるものもある。10年経ったとはいえまだ生きているかもしれない。こうか、どっちにつけようかな。こっちかな。やっぱり当面はここで暮らさなくては。うわ、やべえのいる。全然戦う必要なかったか。なんか取れるわけじゃないんだもんな。戦う必要なかったな。来てよ。敵軍が占拠する奈落の生きてたのね。生還したか。うん、よかった。リュークが怖がらせるから。行きましょう。走ってくる奥さん。父さんはカティアと話してる。いい人よ。カティアも娘さんも。ま、んそれにカティアの看護師の経験は絶対に役に立つわ。今の振り向かり方。ちょっと話長そうだから次にしよう。ごめんね。